勝利をつかむため伝統の突撃を捨てた地破炭学園。日産たちの機動力と正確な射撃に追い詰められ大苦戦。ジャングルでの戦いは明け方まで続きます。皆さん本当に卒業してしまうんですね。川島先輩、サメさんチームのところへ行ったきり帰ってこないんですけど大丈夫かな。準決勝は頼むぞ。次の敵は15両、こちらは9両だ。うちと当たるのはどこかな。各地で行われた2回戦も終わり、次はいよいよ準決勝。相手はミカさん率いる継続高校です。謎の砲撃でサンダースに逆転勝利した強敵です。反対だ。何よ、落ち着きのない攻撃ね。なるほど、ゲリラ作戦か。堂々と来やがる。一見愚かに見えることにこそ真実が潜んでいるんだよ。1時20分の方向に敵発見。北よりフラッグ車出現。囲まれました。相手の得意な雪原での戦い、ミカさんの予測できない作戦が私たち大洗女子学園に襲いかかります。ガールズ&パンツァー最終章第3話絶賛上映中です。うちには魔女がいるんだよ。白い魔女がね。 Friday